では本日のヒーローの登場です。本日のヒーローはロドリゲス選手です。ベンチで下位打線が作って上位で返すというふうに声が出て
出してもらいました。いや、まあベンチ内でみんなにはノーパワーだと思いました。いやいや、こんなことないと思いますけれども、素晴らしい当たりでした。投手の起用もそうですし、今日のオーナーの変更、チームで掴んだ一勝ですね。監督の思いが伝わってきましたし、この首位攻防戦で、3連敗するわけにいかないんで、最後に一つ勝てるということかなと思います。試合も残っているので、1位優勝目指して、